曹様、逃げるだよ。おいらはここに残るだ。追ってくる奴らをやっつけるだよ。大丈夫だよ、おいらは死なねえ。曹操様も死なせねえ。僕はおいらが食い止めるだ。曹操様は早く逃げるだよ。みんな無事だろうか。いや、今は曹操様を守らねば。追ってはそこまで来ている。さあ急ぎましょう。うん、行くぞ。ついてまいれ。敵はこちらの動きを読んでいる地がある。この山にも伏兵がいると見ていいでしょう。幸い南軍の総人どもはここに向かっている。彼らと合流しつつ山を越えますか。面目ない。これよりは殿のおそばで。諸葛亮も周囲もまだ甘い。わしならここに伏兵を配すがな。頭も切れるってとこ見せてやるぜ。
曹操殿、この先は進めそうにない。別の道を探して。お前ら行くぞ。敵を残らず叩いてやれ。よかった、探しましたよ。この先の道は塞がってます。崖を登ったところの抜け道を通ってください。俺は後片付けをしときますわ。俺も花宝園殿と共に戦います。さすがです。わしを追い詰めたのは周囲の策、そして策を引き出したのは劉備と諸葛亮。だが我が覇道に立ちはだかるのはあの男しかおらぬ。私の部では及ばぬというのか。無理を拙者が相手だ。さあ勝負してもらおう。殿、ご助力かたじけない。これよりは趙文渊が共に。拙者はまだ強くなる。今に見ていろ。敵将を討ち取ったり。おお、素晴らしきお働き。大きな夢だ。力自慢の将なら下しそう。なんとか山を抜けられそうだ。兵たちはあと少し頑張ってほしい。呼びよ。さすがさすが、大変なご活躍。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。
かろう。素晴らしいね、総人だ。自分は追っ手を防ぎます。一刻も早くお逃げくだされ。軍師の言った通りだぜ。そうそう、そこは無国じゃねえ。勝利か。私はここで倒れるわけにはいかん。我が波動の前にロビオ、今こそ刃をひらめく。そう、猛毒を打ちたくば、この超分煙を超えろ。仕方ねえ。我が最大の敵はやはりお前であったか。行かれよ。義理か、哀れみか。あえて申さば、自信ゆえ。これより龍玄徳は天下に遊飛いたす。さすれば貴殿とも互角に渡り合えると確信したゆえ、お見逃しいたす。ふん。貴殿の首はいずれ頂戴せん。よかろう、再びまみえようぞ。波動の先は突然紅蓮の豪華に包まれた。だが曹操は歩みを止めない。道の先にある新しき世をこの手につかむまで。赤壁の戦いから数日後、彼は巨匠に戻っていた。つけ、あれ、もう一度だ。赤壁の屈辱を忘れるな。気合を入れろ。どうした、貴様らの力はそんなものか。貴殿の首はいずれ頂戴せん。猛徳、猛徳。夢を見ていた。赤壁の大敗で落ち込んでいるのかと思えば、連兵中に居眠りか。敗戦を嘆いても意味はあるまい。ああ、今は至福の時。食べ眠り鍛え、次に備えればよ。